こんにちは。 MDL は自分なりのガジェットの使い方などを紹介しているチャンネルです。前回の動画で LG の40インチ 5K2K ディスプレイ 40WP95C を設定してみましたが、今回は実際に使ってみての感想です。新しいものを手に入れたというのはありますが、テンションが上がりますね。視界の8割ぐらいがディスプレイなので没入感は半端ないです。厳密に比較したわけではないですが、色も鮮やかですし、かつ自然です。 MacBook Pro の液晶と並べても思ったよりも違和感がないです。テレビだと画面の大きさイコール迫力ですが、 Mac の場合は画面の大きさは作業がしやすくなることです。実際に使ってみた結果としては、確かに40インチ 5K2K になったことで作業が格段にやりやすくなりました。横に 1K 分表示領域が増えただけでなく、今まで使っていたDellの27インチよりも使える解像度や見え方が違うなとも感じました。こんな感じで第一印象はかなりいいです。90点ぐらい。ここからは数日使ってみた中で実際の使い方の例を見ていきたいと思います。まず基本形ですが、 Mac で 5K2K の領域を全部使う方法です。今ちょうどこの動画の原稿を書いているところですが、画面を横方向で4分割していて、一番左は調べ物用のサファリ、2番目は原稿の1つ目、3番目は原稿の2つ目、4番目は上下で分かれていて、上が写真、下は BGM 用のミュージックアプリとなっています。27インチでは横方向を2分割で使っていたので、40インチを購入する前は1つ増やして3分割で使うことを考えていましたが、さらに1つ増やして4分割でもいけました。必要なウィンドウを前後に重ねず全部横に並べておけるというのは作業効率がめちゃくちゃいいですね。これはキーノートで説明用のスライドを作成しているところです。左に調べ物用のブラウザ、次に原稿、右下に大きくスライド作成画面があって、上には素材の写真を置いています。原稿を見ながら必要なスライド作成をし、必要なところは調べ物したり写真素材を貼り込んだり、ウィンドウを切り替えることなく作業ができてしまいます。動画の作成は購入前に想定した使い方と実際に作業してみてではちょっと違っていました。振り返ってみると、動画の作成は大きく2つの段階に分かれていて、素材を集めて組み上げる段階と、それが終わるとそれぞれを調整して仕上げていく段階となっていました。組み上げる段階では、編集アプリを真ん中に置いて原稿や素材の写真、ファイル、調べ物のブラウザなどを両端に置いておきます。両端から真ん中に集めて配置みたいな感じですね。ここでは動画編集アプリのウィンドウはそれほど大きくない方が移動量が少なくて、むしろやりやすかったです。仕上げの段階は編集アプリの中で音量、写真の位置、明るさなどを調整したりというところですが、この時は編集アプリを全画面表示にします。購入前はいくらなんでも動画編集アプリをこんな大きくする必要はないだろうと思っていたのですが、プレビューを大きく見たい時や、たくさんの素材に一括で調整をかけるためにたくさん選択する時には全画面表示の方が効率がいいと思いました。当然この調整段階でも素材を足したいとなることはあります。なので全画面表示のショートカットであるシフトコマンド F をストリームデッキに登録して、ワンボタンで全画面表示と分割表示を切り替えられるようにしました。ここからはゲームをプレイするパターン。引き続き Mac でも FF14 で遊んでいますが、 5K2K でフル画面表示するとかなりの迫力です。ただこれぐらい描画領域が大きくなると FPS は30ぐらいに落ちてしまいます。実際に Mac で FF14 をプレイするときにはこちらの2画面パターンでやりたいところです。27インチの時はゲームプレイ時はフルスクリーンにしておいて、攻略情報なんかを見たい時は別デスクトップに切り替え、ブラウザを表示して内容を覚えてまたゲームに戻るということをしていました。 5K ディスプレイなら 4K にゲーム、 1K に攻略情報などを並べて見ながらプレイできるわけです。 FF14 はボス戦などのギミックが数多くあるので覚えられない時に便利です。これを左右に十分な大きさで並べることができるのがいいですね。 FF14 だけではなく PS5 をリモートプレイする場合にも使えます。今は FF14 と並行して
寝かしていたホライゾンもプレイしています。残念ながら PS5 はウルトラワイドに対応していないので、フル画面表示しても左右が黒くなるだけですが、こちらも攻略情報を出しながらプレイできます。もっともホライゾンは今のところ攻略情報が必要な場面はそれほどないので助かっています。後から気づいたのですが、プライベート作業では横方向4分割が作業しやすかったのですが、仕事では横方向4分割ではなく3分割が使いやすかったです。これは実物ではなくイメージですが、左上にメール、その下にチャットアプリ、真ん中上段はスライド作成、下はノート、右側はデータのエクセルみたいな感じです。データを見たりシミュレーションしながらノートにまとめ、その内容をスライドに落として共有する、途中チャットで相談したりできたものをシェアするというようなワークフローになります。プライベート作業と違って仕事の場合は一つ一つのアプリの作業がもうちょっと深いのか、アプリにサイドバーがあったりで細かく割りすぎるより、それぞれに十分な作業スペースを確保した結果、3分割が良さそうと判断したようです。ここまでは 5K の画面をプライベート用、仕事用のそれぞれの Mac でフルに使う実例でした。2つの別の機器の表示を横に並べることができる DBP の機能の使用例です。仕事中に音楽を流したり、ちょっと休憩という時にニュースや動画を見たりするパターン。仕事用の Mac は 4K ディスプレイとして利用でき、残り 1K にプライベート用の Mac でミュージックアプリやブラウザを使えます。 MacOS モントレーから搭載されたユニバーサルコントロール機能を使うと、一つの Mac のマウス、キーボードを隣の Mac でも使うことができますし、マウスカーソルもそのまま移動できます。これを PBP で並んだ2台の Mac で使うと、まるで1台の Mac の別のウィンドウのように使えます。ここまでは Mac 内で1画面でウィンドウを並べるパターンでしたが、ここからは Mac 以外も使うものです。これはスイッチですが、残念ながらスイッチは16対9しか対応していないので、21対9の 5K モニタだと両端が黒くなり、32インチ程度の 4K ディスプレイになります。こちらは TBP 機能で、左側の 4K 部分はスイッチのゲーム画面を出して、残りの 1K 部分に Mac のブラウザで攻略情報を出したパターン。これは iPad Pro で原神をプレイする時のパターン。 iPad Pro は画面比率が4対3なので、 4K に出力すると端に黒帯が出ます。 TBP には 4K、1K のパターンだけではなく 2.5K、2.5K のパターンもあるのですが、これは左が Mac、右が iPad Pro のパターンです。iPad Pro は4対3の画面比率なので、2.5K2K だと黒帯が上下に少し出るぐらいです。また、iPad もユニバーサルコントロール対応しているので、iPad を Mac のマウス、キーボードでそのまま操作できます。こんな風にいろいろなパターンで表示ができるわけですが、40インチ、5K という広大な表示領域があるおかげで、表示はできるが、中途半端なサイズで実際には使えないということがなく、どれも実用的なところがこのディスプレイの一番の利点だと言えます。買う前には3分割での利用を考えていたのですが、実際には4分割でも利用できるということが分かりました。これはパネルの大きさの違いからくるピクセルの大きさ、解像度設定、ディスプレイの距離が関係していそうです。27インチで 4K を最大解像度で使うと、文字やインターフェースが小さすぎて使いにくいのですが、40インチだとピクセルの大きさは 1.2 倍なので、十分実用的な大きさになります。そこにさらに 5K ディスプレイということで、横に 1K 分作業領域が増えるので、さらに広く感じるわけです。27インチではディスプレイを手前に寄せて60センチぐらいのところに設置して使うことが多かったです。これが40インチでは60センチでは近すぎるので、80センチぐらいと距離を空けてます。目とディスプレイとの距離を空けられると、前腕をデスクの天板に置いて体を支えられるので、より腰痛になりにくそう。そもそも天板を広く使える、ディスプレイやキーボードの移動距離が減る、老眼対策でピントを合わせる距離が稼げるというような利点を感じてます。ただこの辺は購入直後のテンションでの感じ方なので、本当にそうなのかはもうちょっと使ってみてからも再度確認しようかと思っています。等倍表示にすると文字の精細さは下がることになり、
確かに近寄ると荒いなと思うのですが、80センチの距離を取るとそこがあまり気にならないというのもあります。このように40インチ 5K ディスプレイは作業領域が大幅に広くなり、自分にとってはかなり良さそうという最初の感想になったわけです。一方で 5K までいかなくても 4K でも画面を大きくすると解像度設定を広くして作業領域を拡大することもありそうだなと思いました。 4K16:9 でこのディスプレイと同じような表示にするには32インチディスプレイで良いことになります。32インチ 4K ディスプレイであれば10万円前後のようなので、横に 1K 増やすのがプラス5万円ということになります。このディスプレイの最大の特徴である40インチ 5K2K という部分についての感想は述べたので、それ以外の実際に使ってみた特徴について触れていきたいと思います。 40WP95C は一応 HDR 映像にも対応していて、 Mac のディスプレイからも HDR 対応ディスプレイとして認識されました。とはいえ明るさは300カンデラしかないので、 MacBook Pro のような明るい箇所が眩しいぐらいの HDR らしい表示ができるわけではありません。自分にとっては初の湾曲ディスプレイですが、湾曲具合が割とマイルドな方であることもあって、それほど違和感はありません。これぐらいならわざわざ湾曲させずに平面でも良かったのではないかとも思います。ベゼルは細く見えますが、表示領域は1センチぐらい内側から始まりますので、意外と太いのかもしれません。ただ普段使っている分にはベゼルは視界の端の方で見えないので気にはなりません。気になっていた顔のロゴマークですが、じっと見ていると気になりますが、今のセッティングだとデスクの上5センチぐらいの低い位置なので、これも気にならないところです。液晶の表面は艶消しで反射は結構抑えられている方ではないかと思います。背面はホワイトでマットな加工がされています。我が家の場合は背面はリビング側からよく見えるので、ホワイトは圧迫感がなくて良かったかもしれません。割と大きなロゴもありますが、色がついているわけではないので目立たないですし、上からライトを設置したりしているので、これも今のところあまり気になっていないところです。ポートの位置ですが、デルの27インチの時は下方向に隠した形で設置できたのですが、 40WP95C の場合は背面パネルに対して垂直方向に刺す形です。最初はデルの方が好みかと思ったのですが、モニターアームを使う場合垂直方向に刺す方がケーブルの曲げがなく、また距離も近く設置されているのでこちらの方がいいなと思い直しています。ポートはサンダーボルト、ディスプレイポート、HDMI を1つ使っていて、まだ HDMI が1つ、 USB、デイジーチェーン用のサンダーボルトポートが未使用です。側面にある USB ポートですが、出るよりも奥まった位置についていて、正面側からはどこにあるのか全く見えません。頻繁に抜き差しして使うようなものは使いにくそうです。出るの時はデスクライトの電源をディスプレイの USB 端子から取っていて、ディスプレイの電源に連動してデスクライトもオンオフされていて便利でした。ですが 40WP95C は USB ポートも少なく、位置も端についているのでアーム側に配線を伸ばしサンダーボルトドックから給電しています。これではディスプレイのオンオフとデスクライトのオンオフが連動しないので不便に感じているところです。ディスプレイの入力切り替えや設定変更は正面下にあるジョイスティックで行います。デルの時は5つのボタンがあったのですが、何番目のボタンを押すのかは直感的に分かるわけでないので、ここを触れば全部できるジョイスティックは分かりやすいです。操作できる内容は画面表示を見て分かることもありますが、公式サイトからは PDF のより詳しい説明書がダウンロードでき、そこで全容を把握することができます。自分の場合気になっていたのは2画面表示の設定ですが、設定メニューの入力から TBP を選ぶことで設定できました。 TBP は2種類しかなく、5120の画面を横に等分して2560の正方形に近い画面で表示するモードと、メイン画面を16:9、サブ画面を5:9の縦長で表示するモードがあります。この2種類でもいいのですが、右にサブ画面を置くパターンしかなく、個人的には左にサブ画面を置くパターンが欲しかったなというのが残念ポイントです。 TBP に割り当てられる入力には
制限はなく、どの入力でも割り当てられますし、左右をひっくり返すこともできます。おまけ感のあるスピーカー機能ですが、 Mac のサウンド出力先として認識されます。意外だったのはディスプレイポートの接続でも音声が出力できること。なお音質はこもっていて、一応ステレオのようですが、画面の下から聞こえてくるからか広がりもなく、本当におまけ程度というところです。用途はウェブ会議などでも聞き取りにくい感じなので、動作確認用ぐらいです。スイッチなんかを接続したときは、音はこのスピーカーから出るので、ゲームをするには物足りなくなりそうです。自分の場合はヘッドホン端子から外付けスピーカーに接続することにしました。音量はジョイスティックで変更できます。画質も良く、大画面で迫力があり、様々な使い方ができそうと、良い点はいくつも感じられたのですが、気になった点もあります。様々な使い方ができるのはいいのですが、その設定のための操作がかなり煩雑です。例えば前日にプライベート Mac で1画面で使っていたところから、仕事の日になって TBP で2画面で使おうと思うと、ジョイスティックを押し込み、右前、前押し込み、前押し込み、左と、これだけ操作しなくてはいけません。さらに MacOS でディスプレイの配置も変える必要があります。 40WP95C には Mac 用のオンスクリーンコントロールというアプリがあったので、そこで Mac 上で操作ができるかと期待していたのですが、 Mac のウィンドウを整列する機能とファームウェアアップデートの機能しかなく、動作も若干怪しかったのでアンインストールしました。よく使う設定3つぐらいを記憶して、ショートカットで呼び出すぐらいできても良さそうなものです。本体の性能なのか不具合なのか、我が家の環境なのかわからないのですが、ディスプレイポート接続だけで使っていると、たまに一瞬横線が入って消えたり、画面全体が暗くなってまたついたりという現象が起きます。サンダーボルトポートだと起きないので、ディスプレイ機能全体の問題というより信号の問題かなと思いますが、気になるところです。今回動画をまとめるにあたって、購入前よりもいろいろな情報を整理していたのですが、その中で気になったのは消費電力の高さです。デルの倍ぐらいあります。他の機種も見てみましたが、総じてデルは低め、 LG は高めでした。計測の仕方などが違うのでしょうか。40インチ 5K 2K ディスプレイの導入は若干の不満はあるものの、全体としてはかなり満足度の高い買い物となりました。一つのアプリでしか作業しなかったり、文章作成ぐらいであれば27インチ 4K で十分でした。ですがデータ編集、映像やスライドの作成などリファレンスを参照しながら、こちらのアプリで素材を作って編集したりと、複数のアプリにまたがり、かつそれぞれの中でも深い作業をする場合には、この40インチ 5K のディスプレイは非常に価値の高いものだと実感できました。その理由は画面サイズとピクセルサイズの拡大で、最大解像度でも実用的な表示を確保できるのと、 4K に加えて幅が 1K 増えることで、ウィンドウを横方向にさらに1枚広げられることによるものでした。いや、しかし残りの人生の中で Mac 用としては多分これ以上のサイズのディスプレイを買う必要は感じないと思います。到着後数日の感想ですので、また何か感じることがあったらお伝えしたいと思います。何かしらの参考になれば幸いです。